んばんは、偉い店長です。そうですね、今年のバー隠れ家に、お話聞いていきたいと思います。絶対保険者に行けられないね。隠れ家、本当に隠れ家ですね。失礼します。こんにちは。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。コーヒーを一杯いただけますでしょうか。お待たせしました、ホットコーヒーです。いただきます。美味しいコーヒーだ、そういうことはいいや。ボードゲームがいっぱいありますもんね。はい、何種類ぐらいあるんでしょうか、このボードゲームは。この間数えた時は500種類はあったので。ボードゲームカフェということでですね、はい、山内店長にインタビューしていきたいと思います。はい、じゃあ山内店長にね、お話聞いていきたいと思います。はい、お願いします。簡単に自己紹介とかしていただいてよろしいでしょうか。カフェバー隠れ家で店長しております、山内と申します。出身は宮城県の南三陸町というところなんですけども、被災の一部のところですよね。あ、はいはい、正直実家ももう流されてないんですけど、うん、まあでも家族とかは全員無事で、これが大学1年の時だったんですね。当時東北大学に。あ、そうです、東北大に通ってまして、うんうん、仙台自体は実際すごかったんですけど、うん、僕のその通ってた大学の周りは別にそんな被害はなかった。まあまあまあそんな、1日目ぐらいにはシャワーも入れるような状態だったんで、被災はしてないんで、そういう話は逆に喋れないんですけど、時間流されたって結構、まあ、はい、大きな出来事ですね。そうですね、僕も家流されて初めて知ったんですけど、家流されると学費タダになるんですよ。プラス奨学金とかも出て、バイトもやってたんですごいお金貯まって。あ、なるほど。大学の卒業間際にボードゲームにハマりまして、うん、そのまま社会人になって仙台で就職してサラリーマンになってます。同じメンツとボードゲームばっかりやって遊んでたんですよ。結局も休みっていうかボードゲームばっかりやってる。そう、ボードゲームばっかりやってるっていう生活でした。で、その時にまあ仕事がもうちょっと嫌だなと。営業の仕事で物を売ってたんですけど、その同僚の人たちが自社の製品をあんまこうよく言わないんですね、身内で。事務所に帰ってきたら、こんなの誰が使うんだよとか言いながら売ってるんですよ。だからそれがちょっとずっと嫌で、まともな感覚ですよね。そうそうそう、自分がいいと思わないもん、人に売るのかな。なんか胸張ってやりたいなとずっともやもや思ってて、なんか合わないなと思ってやめて、楽しいことだけやって生きていけないもんかなと思ってて、うん、まあ、そのタイミングでお笑いのオーディションが仙台に来るってなってまして、僕小学校の頃とかからお笑いオタクだった。いい機会だし受けようと思って、で受けて受かりまして、そのタイミングで関東に来たんです、うんうんうん、で、まあ、学校の立地の関係で、まあ、日吉に家を借りたんですけど、まあ、引き続きずっとボードゲームでは遊んでたんで、ボードゲームないと死んじゃうなと思って引っ越してきた日に日吉ボードゲームで検索したんですよ。そしたらあって入り浸るようになった、はい、入り浸ってずっと、はいはいはい、来た時のお店も結構、まあ、変わってるのかな。エデンさんもそうだと伺ってますけど、店長がこうよく変わってお店で、まあ、曜日シフトで固定ではあったんですけど、うん、でそのうちの何人かの方が引っ越しもあって店長辞めるってなったタイミングで、うん、まあ、僕もヘビーユーザーだったので、うん、どうですかって言われて店長を始めたのが一日店長から始めました。まあ、一日店長やってた傍らで、やっぱ裏ではその先ほど言った養成所があったんです。1年かけて卒業して所属にはなんなかったんですよ、どこにも、うん、まあ、相方の方が解散しないみたいな、お笑いの道にちょっと挫折しというか、はいはい、でそのタイミングで、まあ、時々一日店長をしてた店からずっと店長をやらないみたいな、そう、オーナーの方が一人に任せられるんだったら楽かもみたいな話と、うん、僕も好きなことだけやって生きていけねえかなってその時思ったのがタイミング的にも合致して。あ、なるほど。じゃあ今給料の形態とか雇われなのか、あるいはそのどういう形態なのかな、はい、家賃とかオーナーがいるから成り立っている資金はオーナーに払って、売り上げとかの中から上がりが出たらそれが自分の。じゃあ完全には、はい、経営者ですもんね。要するに店借りてやってるっていうことを、ね、そう、まあまあまあ、経営者らしいですね。経営者、なるほど。あ、これ非常にいいですね。経営者らしいですね。経営者、今経営者であることについて。私はそのしょぼい企業という概念をですね、はい、推していてですね、企業っていうのは簡単にできるんだよみたいなと言ってるんですけれども、はい、よし起業しようって思うそうと気づいたら起業してたんですよ。あ、はい、自分もそのリサイクルショップ一軒が売却してるんですけど、その店長もですね、全くその起業しようとかって気がなかったんですけど、なんか会社辞めて曖昧に生きてたらいつの間にか起業になったんだ。あ、それですそれです本当にそれで馴染みの店に入り浸ってたら気づいたら仕事できてることもあるよみたいな。いい話ですよ、ね、本当に、はい、しょぼい企業って初期50万ぐらいとかやってるんですけど、やばいさんゼロですよ。いや、そうですね、そうですね、企業資金ゼロでいつの間にかバーのオーナーということですね。じゃあですね、まあ、皆さんも気になっているその、はい、いつの間にか起業してしまった山内店長の収入事情というかですね、はい、そういったところね聞いていきたい。いや、きついですねそれ。ぜひぜひ言える範囲で結構です。よろしくお願いします。一番良かった時の月商でいきましょう。じゃあこの間38万ぐらいです。うん、なるほど、そのぐらいで。ここがでも家賃がすごく安いんで、ちゃんとした暮らしをさせていただいてます。まあ、なんとかその大儲けとはいかないまでも、まあ、そうで食えていて、嫌なことを何もしていません。あ、いいことだね。嫌なことをしてないっていうのだけで100点。最高。
今の生活は、はい、まあ、こんな感じの緩い、あの、はい、いつの間にか起業してしまった山内店長のお店をぜひよろしくお願いいたします。住所とか、ね、概要欄に貼っておきますので、ぜひ、ご覧ください。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter とか、ね、Facebook で拡散していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。